オニアが最強デンデンに味を占めて顔まで出してる件について。オニアが最初最強デンデンをこすってるのは知ってるけど、顔出しまでは知らない。最強デンデンね、あの実はね、俺、3、4ヶ月前ぐらいに、俺最強デンデンの案件来てたのよ、実は。まあもうちょっと詳細は言えないけど、値段とかそういう詳しいことは言えないけど、最強デンデンの、なんか中、なんか、なんか中海外のこういうアプリが、なんかもう出るんで、あの、 良ければ、ゆうたさんに、ぜひ、なんか、それの案件動画として、なんか、YouTube で動画を一本出してください、みたいな。あの、最強点点っていうのは、ま、知らない人のために説明すると、なんか、インストールすると、なんか、個人情報が抜かれる可能性があるって言われている、やべえアプリです。うん。まあ、値段いくらっていうと、もう、とんでもない額です。<laughs> ちなみに、なんかね、わかんない。海外の、なんか、そういう、 なんかさ、そ、そげってさ、なんかしんないけど、とんでもねえ金を持ってる企業が多いから、なんかもう、もう本当に俺なんかではもう、なんか、到底及びもつかないぐらいの、なんか値段で来たんだけど、で、で、それで <laughs>、なんか、わかんないけど、なんか、受けるか受けねえかみたいな、なんかど、どっちにし,しましょうかねみたいな話してる間に、なんか向こう側が急になんか連絡取れなくなったみたいで <laughs>、 多分向こうがなんかもう言えたらいいやみたいな感じで多分撤退したんだと思うけど、でもワンチャン俺それ受けてたら、なんか個人情報抜き取りになんか加担してるみたいな感じで、なんか炎上してたのかなって思うと、なんか紙回避したなみたいな。危なかったマジで。そこで紙回避したわ。で代わりにオニアに白羽の墓だったと。でもオニアはマジであれ案件で受けてないらしい <laughs>。マジであれ案件で受けてないで、あの普通になんか自腹で課金とかしてる。もう訳がわかんない。 あいつが YouTube で擦るネタ俺全部わかんないんだよな。<laughs> ちなみに。うん。